沖縄県宮古島沖で陸上自衛隊の幹部ら10人を乗せたヘリコプターが消息を絶った事故で、現場ではまだ見つかっていない4人の捜索が続いています。宮古島周辺では今朝も自衛隊や海上保安庁の船が行き来したり、自衛隊員が乗ったゴムボートが漁港から出たりするなど捜索が続けられています。 これまでの捜索で隊員10人のうち5人が見つかっていましたが、防衛省は昨日新たに行方がわからなくなっていた1人を発見しました。自衛隊はまだ見つかっていない4人の捜索を急いでいます。今日は潜水艦救難艦千早が給油のために現場海域を離れたことから、飽和潜水は明日以降になる見通しです。